寂しいとかですね、辛いとか言ったら、もう電話が来るって言ったんですが、1ヶ月ぐらい前に彼を引っ張り出して、私は調査に住んでるのから、もうここから運転してきてね、で、ここに戻って、彼を引っ張り出して、それで磯の下津邸で喫茶店があるんですね。あそこ行って、コーヒーを彼と飲んで、行ったけど、やっとかと、車を上の方まで持って行って、もう、つい店のところ、やっとこう、彼も歩きましてね、で、もう、椅子に座ったら、もう、ガクッとなって、もう、物もいいぐらいに、大変でした。だから、厳しい状況を見とったんですけど、それがよく1ヶ月ぐらいでしょうかね、彼が亡くなったのは。まあ、彼とは一緒にハワイに行ったり、うちの社員旅行の娘を来てもらったり、大変お世話になりまして、なんかちょっともう飛行機の離婚を取るのだから、ヒレムとかも大変お世話になりまして、彼との思い出も深い。まあ、それでまあ私としては1回何か2ヶ月ぐらい前に彼と話しかけたというのは救いじゃないかなと、まあ、思っています。まあ、彼のご冥福を祈ります。どうもありがとうございました。